い、こんにちは、皆さん。スプレーアートでのべらちゃんです。のチャンネルへようこそ。で、今日はなんと、メキシコ料理を作っていきたいと思います。ただ、今回は、まあ普通の料理じゃなくて、デザートを作っていきます。多分、みんなは、ショックかもしれない。なぜなら、米を使ってデザートを作りますか？なんか材料は全部揃っていません。なぜなら、メキシコの米と日本の米が違う。メキシコの米はもっと長くて細くてちょっとパサパサ、なんか硬い。なので今回はね、まあどうしてもその材料をなくて日本の米を使っていきます。で、このデザートの名前はアロスコンレッチ。本当に、本当に、本当に美味しい。やりましょうか、皆さん。いきまーす。普通の米です。で、あとね、これはなんだっけ、シナモン。これなんて読むのかわかりません。けど、まあ、これです。これ絶対これです。あと、これは普通の牛乳です。バニラ、エッセンス。シナモン、スパイス。あと、これ、これもなんて言うんですかね。ドライブド？で、あとは水。ご飯を入れます。お水。マックスファイヤー！シナモンスティックも入れます。だいたい20分ぐらいはこんな感じで。で、じゃあもうそれは待ってる間に、牛乳と他のね、森永のあれ、ミックスです。そしたら、バニラエッセンス。17分待ちまーす。オッケー、じゃあもう米出来上がりました。こんな感じです。牛乳ミックスを入れます。全部入れます。そしたらちょっと混ぜて、そしたらもう一回ファイヤーにかけます。5分だけど、これはね、たまには混ぜる。日本の米でも、メキシコの米でも、なんか、見た目的には、いい感じがします。で、まあ、だいたいこんな感じでね。うわー、見て、すごい、ぶどう入れる。オッケー！まあ、こんな感じです。まあ、ちょっと、冷やして、あげよう。だいたい30分を待って、そしたら冷蔵庫に入れましょう。オッケー、じゃあもう、冷たくなった。あと、シナモン、パウダー入れたから、こんな感じです。こんな感じ。いいですね。まあ、じゃあ食べます。おいしいおいしいおいしい。みんなもぜひ食べてみてね。もしかしたらメキシコの米よりおいしい。もっとふわふわ。シナモンの匂いはめっちゃいいし。皆さんはこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。誰かもしもし、試してみたら、作ってたら、食べて、感想とかね、コメントに言ってもらったら、めっちゃ嬉しいなって思います。ということで皆さんありがとうございます。本当に見てくれてありがとうございます。いつもありがとう。じゃあ、また、次の動画でね、バイバーイ。